性格に関する真実を知ることができました。聞いてるわ、続けなさい。カカリア様、私が保証いたします。あの天外の来訪者たちは決して私たちが想像していたような悪党ではありません。私は彼らが正義のために戦い、他人の理想のために命を懸けるところを見ました。故に確信したのです、彼らの目的は本当に正確であり、正確によるベロブログの最悪を解決しに来たのだと。お母様、お母様はずっと前から性格の真実を知っていたのですよね。そして私もいつか知ることになったのでしょう。守護者になる代価の一つがその秘密を背負うことであると。ですから恐れながら、私はよそ者への逮捕命令は間違った選択だと考えます。性格がもたらした問題を解決するために喧騒者は何百年も待ち続けました。そして彼らこそがその、もういい。傲慢、無知、失望したぞブローニャ。氷山の一角を垣間見ただけで全ての真相を知った気になっている。